階段でこけそうになって何かに捕まろうとしたら、うん、女性のバストをわしづかみしてしまった時の言い訳。なるほどな。まあ、よくそんなラノベであるラッキースケベというやつですね、うん、わしづかみのわしってこういう字を書くんだ、うん、へー面白い。これを大きすぎますね、これ、ね、言い訳か、うん、なんだろうな。じゃあ私いきます。はい。俺が支えてあげてるだけでありがたく思え。じゃあ判定をお願いします。判定いきます。じゃんじゃん。なんでなんで。はい、判定見てください。ということで、お母さん罰、斉藤さん罰、そして素直は罰ということでオール罰です。マジで無理。なんでこれ、そう、支えられてんじゃなくて、うん、自分がこけそうになったんでしょ。あ、そういうこと。うん、あ、階段にこけそうになってる女性をわって支えてるのかと思った。違うよ、自分がこけそうになって捕まろうとしたらあったんでしょ。なるほどね。それじゃあこれは女の子が言うセリフだね。そうだよ。私がいるだけマジだと思え。難しいな。じゃあそして続いてスワはいけます。スワ行きます。行きましょう。そこに素敵なバストがあったから。何それ、はい、何それ。お母さんか。お母さん首をかしげて。判定お願いします。斉藤さんも首をかしげています。はい。いきます。でかだん。わあ。じゃあこちら判定、お母さん×斉藤さん×ミッキー×という。なんで。無理。お題が悪いです。そこに山があったから的な。なるほどね、うん、そういうこと。あまりにも美しいから僕の両親を壊したのは君だよっていうことなのかな、うん、そうだよ。こけそうになったという、これは言い訳。なるほどね。バストが掴みたかった言い訳です。なるほど。正解、ここまで来ると正解が難しいよね。じゃあちょっとトワイライトスナイパーさんの、はい、お願いします。回答。君のおかげで助かったよと笑顔で感謝を言った後、うん、代わりにシックスパックに割れた腹筋を触らせてあげる。うわ、なんか気持ち悪いよね。これは判定。判定、せーの、だな。マジでーす。マジで無理。これちょっと、いや、君のおかげで助かったよはまだいいとして、うん、はいはい、シックスパックを触らせちゃダメだね、うん、あ、私分かった。これの方がイケメンだと思う。例えば、うん、お金で解決しないっていうのはどう。静かに。なんで。だってお金もらえるんだよ。そしたら女の子、キャーイケメンってなると思う、きっと。いくらくれるんですかってなって、君の欲しいだけあげるよっていう。これダメですわ。いや、絶対いいと思うんだけどな。このイケメンのイケメン度合いにもよるよね。イケメン度合い。うん、確かにな、難しいな。少年とかだったら可愛いかもしれないね。小学校3年生ぐらいで、うん、ごめんなさいって言われたらいいけど、それならまだね、許せるね。そうだね。僕のお腹触って許してくれるって言われたら、お腹か、まあまあ、まあ、翔さんなら許すってなるけど、うん、ちょっとこれはどんなイケメンでも無理な気がしますね、うん、さあということで終了でございます、はい、今回の得点結果なんとミケはマイナス2点、そしてスワは0ということで、はい、1点獲得したんですけどね。お互いちょっと泥試合ですね。このお題が悪かったですよ、やっぱ。お題2問目のお題が悪かったです。いや、そんなことはない。真のイケメンならどんな状況でもきっとイケメンですからね。でもこれさ、書いてきた人の回答もイケメンじゃないからね、うん、ちょっと回答ね、なかなか1個目のやつもね、うん、俺もちょっと恥ずかしいけどさ、お前たちのキャラルフって書いてあるおかしいですね。さあ、ということで、かなり波乱のね、コーナーの幕開けとなりましたが、ちょっとポイントがね、はい、皆さんからもね、全然入ってきませんでした。こんな時どうしたらいいというシチュエーションを皆さん送ってください。できれば、模範解答も添えて送ってください。ということで、